こんにちは。 ICT の絹村です。杉田です。これからマスクの正しい使用方法を紹介します。マスクは病院に来る皆様や病院で働く人を病気から守るために使います。くしゃみや咳をするときに口や鼻からウイルスや菌が飛び出します。マスクは鼻や口からウイルスや菌が飛び出す、あるいは吸い込むことを防いでくれます。ところで皆様、マスクの正しいつけ方を知っていますか？マスクは正しくつけないと効果が十分発揮できません。ダメな例を見てみましょう。鼻が出てます。顎マスク、ひだを広げていません。隙間だらけです。腕マスク、マスクについた汚れが腕についてしまいます。ポケットマスク、マスクはゴミ箱へ捨てましょう。それでは正しいマスクのつけ方を説明します。裏表を確認しましょう。ひだが下向きになるのが表です。針金を上にします。針金は鼻の形に合わせます。マスクを顔にフィットさせます。片方の手で鼻の部分を押さえて、ひだを伸ばし、顎までしっかり覆います。これでマスクのつけ方は完璧ですね。完璧。このようにつけると、お話をしてもマスクがずれたり、眼鏡が曇ったりしません。もう一度おさらいしてみましょう。マスクの正しいつけ方。1、裏表を確認する。2、針金を上にする。3、マスクを顔にフィットさせる。これであなたもマスク上手ですね。マスクを正しくつけることで、あなたやその周りの人を守ります。今年の冬はマスク上手で乗り切りましょう。